吉田さん、やっぱすごいですね。吉田さん自身にもこうやって、まあ、自慢というかね、思い出して語れる武勇伝があるし、その弟子にも一つのなんか本気でこれやったぞみたいなのがあってね、なんかすごいなと思うような思わないようななんですよ。私なんか何かを本気でやったことって未だにないんですよね。なんかこうどっちかっつうと暇だからやったとかね、好奇心でやったとか片手間でやったみたいな印象が拭えなくって、俺これは本気でやったよみたいなの全然なくって、なんか本当にいいんだろうかみたいなね、達成感もあんまりないんですよ。何かをやった時によしやったぞみたいなのなくって、まあできたかなみたいなね、まあまだまだうかうかしてられないなとかね、一体どこに行ったら自分なりのこの満足度ってのはなんかしっかりと埋まっていくのかなとか、そもそも自分には何かを満足したいって思いがあるのかなとかね、ちょっとしたことをこれいいなと思ったらパッと手を伸ばしてポチッとやったりとかね、なんかこの待ちに待ったぜみたいなやつとかね、苦労に苦労を重ねてとか、俺こんなことやりましたよみたいなのなくって、なんかたまにねちょっとドラマチックに語ることはあるんですけども、まあでもこのぐらいどうってことないだろうみたいな思いが根底にあって、そもそも人間のやることにそんなに差がないと思ってるんですよね。毎日毎日その仕事をしている、もうほとんどの方仕事してると思います。で真面目に話すと、いや仕事にね結構命かけてるんですよみたいな方もいらっしゃいますけども、命をかけてるのかなと、あまり定義づけることはしたくないんですけども、命かけてる割にはまあお金と引き換えにやってるよねとか、待遇とか人間関係になんか不満が多いよねとか、腹をくくって命をかけてるんだったら今日この仕事で職場で死んでもいいぐらいの無茶苦茶をやってみたりとかね、今日もちょっとライブ放送であったんですけども、あの自分は職場でリーダーなのに全然部下がいいこと聞かないんだってあのコメントで愚痴ってくる人がいて、それはお前に信用がないからだろうみたいに思ったんですよね。リーダーのくせにリーダーっぽくないし、リーダーとしての腹がくれてないからみんなこう無軌道に舐めてくる、要するに部下を統率できずに何のためのリーダーやと、それ肩書きだけだろうみたいなね、責任とか意識としては全然リーダーじゃなくって肩書きがあればなんとか思っちゃってる、まあよくある昭和型のポジションなんですよね。部長だから偉いとかね、次長だから偉いって言うんじゃないんですよ。平でもリーダーシップ持って責任感を持ってみんなをぐいぐい引っ張っていくやついますし、そこにはもう肩書きって関係がないと思うんですよね。まさにそこが命を懸けてやってるかどうかってことで、まあその話はね、リーダーとしてやってるのに言うこと聞かないんだっていうから、言うことを聞かせるためにまあいろんなね、あの手この手で語りかけたりおだてたりとか飲み会誘ったりするのがリーダーってもんじゃないのっていう話をしたんですね。で本当腹が立つんでぶん殴ってやりたいよみたいなことも言うんで、いや殴ればいいじゃないかって私言ったんですよ。私殴りますよと、実際に職場でサラリーマンの時も自分の会社やってる時も殴ったことはもう枚挙にいとまがなくって、まあ、他の視聴者さんもいたんですけど、あえて言いますけどもね、ぶん殴ってね、それで訴えられたり傷害罪だとかね、パワハラだとか言われるんだったら言われてもいいと思ってるんですよ。それで出るとこ出て有罪になったりとか何かしらのね法的処罰を受けるんだって受けてもいいっていう、そのぐらいの本気の思いで私はあの部下とか社員に対してはやっていきますよ。だから実際にゴーンとやることはないけども、だからこの腹がくれてる姿勢が部下に伝わって統率が取れてんじゃないのみたいなことを言ったんですけどね。ただそうまでしても私はあの部下をしつけられなかったし、会社はどんどん潰れていったんで、あ力量がなかったなと思うわけなんですよ。だからそういうのも私がこうやってね孤立することの孤立を加速するためのね要因になって、まあそもそもね、私の事務所に来たいって方はね、まあ、吉谷さんは結構ね受け入れてるみたいですけど、私基本的に断ってるんで、もう何年ももう対応するのがね面倒くさかったり、それこそ家族に話したりとか玄関の掃除したりとかね、来客の用事を何受け入れをするっていうのがもう相当なんかね面倒くさくってね、そんなことの時間使えるかみたいな。だから今この何年かで私の家に招かれる人っていうのは、招いても来てもいいよっていう人は相当な私も思いがある人なんですよね。だからちょっとやそっとじゃもうちょっと断ってるみたいな感じがありますし、で今回ね私出かけていきますけども、なんかやっぱりこう形のある成功例を不動産にしちゃうとこっちから行かないといけないんでね、ちょっと厄介ですよね。それこそ、なんかランボルギーニぐらいでじゃあ来いよみたいな感じでランボルギーニでこうね、横付けしてうちに横付けしてくれみたいな感じなんですけどもね、でもしょうがないですね。私もそのグランヒルズタワーに憧れた時期があったんで、
今はそんなこと全然思ってないですけども、今どっちかって言って中古の古民家の方が絶対いいんですけども、まあ憧れた時期もあったんで、そういうので俺手に入れましたよっていう風に見せたいんだろうな、誇りたいんだろう、誇らしたいんだろうなと思うんですよ。だからやっぱ誇らしてあげるっていうのが私の師匠としての愛情かなと思いますけども、いろんな形がありますんでね、今の私の姿を見たらそんなことで喜ぶわけないって分かりそうなもんなんだけども、でもこれはもう気持ちが離れちゃったってことなんだろうなと思います。まあ、だんだん私の速稼塾のね、初期の弟子たちもそれぞれの思いとそれぞれの道に向かっていったんで、私とは重なるところが少なくなっちゃって、まさにね、でもここ数ヶ月で私の放送を見て速稼塾に入ってくださった方っていうのは結構気持ちが重なるところがあってね、今の私の発信に対して来てくださる方なんで、まあもちろんですよね、3年前とか5年前とか7年前8年前との全然違いますからね、私もね。だからたまに私の過去の動画公開しますけども、やっぱね笑えるぐらい全然違うことやってますよね。まあ人生が進むと時間がどんどん変わっていって、やることも受け取る人も変わっていく、全部が変わるってことなのかなと。まあこれからもね、家族との縁は濃く、そして家族以外とは薄くみたいになっていきそうですけどもねでもその中でもね、やっぱりこう強い信頼関係に結ばれる、いわゆる他人と思えない他人っていうのに出会えるかどうかも楽しみの一つかなと思いますので、私もね、めくらめっぽうに排除してるわけじゃなくて、まあ素晴らしい方には出会いたいなというところはまだ残ってますんでね、よろしかったらこれ皆さんね、動画を見た方で私の家に来たいって方はぜひ申し込んでみてください。全員が全員 OK はしませんけども、でもやっぱり中にはね、ぜひ来てくださいっていう方もいらっしゃいますんで、偉そうで申し訳ないですけども、今はそんな感じでございます。まあどっちにしても私本気で何かをやったことがないんで、いまだになんか片手間でね、投資にしてもアフィリエイトにしても YouTube の動画量産にしても、なんとなく現実味がないっていうか、ちょちょちょいのちょいでやったみたいな感じがあるんですよね。なんかそれこそ心血を注いで何をすればいいのかなみたいなところですねはい、じゃあいってらっしゃい。